こんばんは、KK です。PK's Story へようこそ。はい、今日はですね、久しぶりにこの食パンレポをしたいと思います。ね、高級食パンレポです。はい、で今日はですね、こちらのパン以上ケーキ未満というね、お名前の、パン屋さんの食パンです。ご存知ですか？私ね、なんか聞いたことはあったぐらいなんですけど、今日初めて食べます。でちょっとね調べてみましたら、結構ね最近流行りの高級食パンって大阪とかでね本店があって関東に進出してきているものが多いんですけれども、今日のねこちらは町田の東京の町田ですね、東京の町田の、ベーカリーが作ったものらしいです。そしてこの名前でね、町田と新百合ってね、新百合ヶ丘って場所が川崎にあるんですけども、そことあと共同ですね、東京の世田谷、そしてあと青葉台ってね、横浜ですね、横浜と店舗が4つぐらい今ねあるらしいです。そして今日はですねこちらの、2つねあるんですけれども、もちもち生食パンっていうのがこちらですね、もちもち生食パン、それとですね、日替わりでね、曜日代わりでいろいろあるみたいなんですけど、今日はチーズの生食パン、チーズ入りっていうのをね、2つあります。こっちは結構小ぶりな感じですね。で、パンフレットにね、入っていたんですけれども、このね、レーズン食パンっていうのが、嵐に仕上がりで紹介されたみたいです。ね、レーズンパンがあんまり得じゃない人も美味しいっていうね、評判だということで、ちょっと楽しみです。はい、でねこれの特徴がですね、ここにも書いてあるんですけど、夢力っていうね、夢力っていう、これ小麦粉の、品種の名前なんですけれども、北海道でね、作っている、小麦粉の名前です。でこちらを 100% どのパンにも使っているのが特徴みたいで、これね実際大体の、パン屋さんの小麦粉はカナダ産だったりアメリカ産だったりなんですけれども、それよりもねもちろんちょっと高級ですし、あと国産小麦使ってますよっていうのも最近ね結構流行ってますけれども、その中でも結構高級な粉なんですね。そこだけでもね結構すごいなっていうのと、あとねどうやらこれを 100% で作るとなかなか大量生産に向かないらしいんですよ。なのでね、この食パンを開発するまで3年かかったというふうにちょっとね調べたらそういうことらしいです、ね、すごい楽しみですね。そしてまあね、よく最近ある生食パン、1日目は焼かずにそのまま、2日目はトーストしてください、3日目以上ねかかる方は冷凍って書いてありますんで、今日1日目なんでもうぜひぜひ生で食べてみたいと思います。もう無添加ね、ショートニングも使ってないということで楽しみですね。じゃあ行ってみましょう。はい、ではちょっとね先ほど切ってみました。こんな感じです。結構ねチーズの方は黄色が濃くてすごいチーズのいい香りしてるね。こっちはね白いね方はもうほんとふわふわですね。じゃあ食べてみたいと思います。いいですか、食べちゃって。もちもちこのね、今言った夢力の、特徴として結構ねもちもちじゃなくてもっちもちだそうですよ。よし食べてみましょう。まずこのままいただきますね。あ結構ね引きって言いますけどね、こうちぎった時もギュッと硬いって言ったら変ですね、こうしっかりした感じがします。うん、これはねもうね好きですこれは小麦の味がほんとしっかりしてて、で変に甘くもなく、でもその小麦の自然な甘さがすごくあって、あよくねこういう食パン、生食パンで何もつけないでって言うけど、ほんと何もつけないで美味しいですね。小麦の味がねすごい美味しい。すごいやっぱね詰まってるんですよ、このね小麦の詰まった感じがすごい私好きですね。これは溶けちゃうような食感もありますけど、なんだろう、
そうね、溶けるっちゃ溶けるんだけど、とにかくしっかりしてる。なんかふわっとしてるんじゃなくて、しっかりしてて、甘みもねしっかりあって、あ、これ美味しいですね。うん、結構いくつかね食べてきて、こう騒がれてるほどではっていうものもあったんですけど、これはね美味しい。うん、結構上位に今パンと入ってきましたね。私あの結構こうあのバターをつけるのが好きなので、あのこのまま食べてくださいっていう食パンでもバターをつけたがっちゃうんですけども、これはね本当につけなくても美味しいし、まあ、生よりもトーストした方が好きなんで、まあ、ちょっと食べたらトーストしたくなっちゃうんですけど、結構そのままでいけます。もちろんトーストもすごく美味しそうなんですけどね。ちなみにね、あのここにあの原材料書いてあったんで読みますと、今言ってたゆめちからという北海道の十勝産の小麦粉、それから牛乳、コンデンスミルク、バター、グラニュー糖、生イースト、天然酵母、塩っていうことで、すごいシンプル、いいですね。うん、これ美味しいわ。ちょっとすごい気に入った。そしてじゃあこっち食べてみます。チーズ。うん、これは本当になんかこう見た目はブリオッシュのようなね、ちょっとねこう油感を感じるますね、こっちの食パン、普通の食パンに比べて。美味しそうだな。います。これはすごい、これはすごくチーズ美味しい。これはもう何にもつけなくて美味しくて、焼いたらねまた美味しい。これはすごい美味しい。うん、まあ、美味しいしか言ってませんけど、これずっと進んじゃう感じで、もちろんね食事にもいいし、あのもうつまみになるパンです。これはちょっとワイン飲みたくなるようなパンですね。美味しい美味しい。あ、これいいな。すごい詰まってますね。もうチーズもたっぷり入ってる感じします。書いてあるかな、チェダーチーズがね入ってるみたいですね。いろんなチーズ入ってるのかなと思ったら、チェダーが入ってます。こちらそんな感じでレポートになりました。ちょっと今まで最高ぐらいのテンションの上がり方かもしれないですね。今日ちょっとこの本日中にっていうのを見て、思わず食レポをしてみました。ね、こっち2斤売りですね。こっちも何て言うんだろう、これ1斤っていうのか2斤っていうのか分かんないですけど、ちっちゃいですけどすごく重いです。うずっしりしていて、ね、あんまりね店舗がちょっと関東しかないみたいなんですけれども、ね、もし買える方はぜひぜひお試しください。美味しいです。この紙袋もここにじゃん、ここにこうやって、ね、名前書いてあって可愛いですね。では美味しいパンごちそうさまでした。では本日も動画をご覧いただきありがとうございました。今日の動画が役に立ったなと思われた方はグッド評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。